アイロンウォッチの懐中時計です。見ていて飽きない、魅力的な両面フルスケルトンモデル。金張りケースに、ロービートの音色が響き、心地よい高級モデルです。文字盤は近代的、スケルトンダイヤル。ブラックローマンとブレゲハンドの組み合わせ。6時1にスモールセコンド。ムーブメントの細部に、細かな彫刻が施された。高級感あふれる芸術的な風貌デザインです。ゴールドプレートケースはシースルーバックのラウンドホリム。耳を当てるとコチコチと悠久からの時を刻む音。腕時計にはないぬくもりを感じる魅力が詰まった一品です。コンディション。ダイヤル、文字盤。特に目につく大きなダメージはありません。文字、メモリのかすれ消えもありません。針に錆など出ていません。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋はシースルー。大きなへこみなどもありません。風貌。特に、目につくすれやスクラッチはありません。日常視認性も十分に確保されています。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと、針が動いて時刻調整ができます。付属品、チェーンです。日差は24時間の実測で60秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ケース径は横約50ミリ。縦約64ミリ、ペンダントトップ含む、厚さ約 8.5 ミリです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。